小川信明は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。黒田氏の家臣。黒田二十四期の一人。小川氏の出自は、摂津国の足押しの防流とも、張馬三木軍大御村の人とも言う。造役黒田家神殿によると、父は小川義直、兄は張馬小寺氏に仕えた小川義利氏であるという。黒家府義利氏は、小寺氏の重臣であり。 信明もまた当初は、小寺市の家臣であった。摂津八部軍で生まれる。黒田家に故将として出資し、元気元年に売人。天正六年に黒田義隆が有岡城に遊兵された際の生死にも署名している。しかしこの際、父と兄は小寺市に組みして、橋場秀吉と敵対している。その後、天正十五年九州平定における。 宝部城攻略で対抗を挙げた。同年、黒田氏が、武善国馬畑城に封じられると、豊臣政権の支配に抵抗する、武善白石が反抗するが、その際も、法利智信と共に、赤旗城攻撃に参加している。天正16年には、中津の築城工事や、特権放棄などの命令に従わずにいた大村城主、山田日立之助を、中津城に呼び出して暗殺し、 さらに、大村城、山田城、角田城を攻め落としている。その後、信明は、馬が竹城代として五千国を与えられた。文禄元年、文禄の役では、黒岳の家督を譲られていた、吉高の子、長政に従って、朝鮮半島へ都会。文禄2年1月の流船城の戦いでは城を死守したことから、小西行長から、日本一の勇士と称賛された。 名古屋城にいた、豊臣秀吉にも、その一報が届き、秀吉は、武前国名県龍王の倉入地から直々に一万国を与えるので早々に帰国するようにと信明に、伝令する。それを聞いた信明は、急いで、日本へ向かうが、その途中の津島国和に裏にて病没した。去年四十。あとは、娘婿の小川レナオが継いだ。同族の小川正義は、 黒田長政が江戸城本丸天守台を築く際、神奈川県真鶴町小松山に石切町場を開き、小松石を中高本小松石を採掘している。ありがとうございます。